細川知規国は、戦国時代の守護大名、室町幕府32代官僚、摂津国、丹波国守護、細川慶長や16代当主、永正5年31代官僚、細川高国の子として誕生。母は文家の天宮や当主、細川政権の娘。後元服時には、父により擁立され。 同じく1508年に将軍に復職していた足利義種より変岐を玉市帰国と名乗る。大英五年に役年を迎えた父が4月21日に出家して発体のみとなったため、家督と官僚職を父から譲られて後を継いだ。しかし10月23日、病のため創生した。官僚職を譲られてわずか半年のことであった。 これに父である高国はひどく落胆したという。去年18、古、内国は後に東国を流浪したとされる。前校で少年を永承5年としたが、その10年前の名誉7年とする説もあり、以下のことを踏まえれば、こちらの可能性が高い。一つ目に、現実的に考えて、18年の生涯の中で息子が生まれているというようには考えがたく。 生きた年数を28年とすればまだあり得るという考えである。二つ目に、足利義種から返記を授与された地規国に対して、おじ、すなわち父、高国の弟にあたる晴れ国、通政が義種の後に将軍となった義春、義輝から返記の授与を受けていることである。将軍から返記を賜うのは、元福寺にいって忌み名を確定する際が一般的であるため、 この順序から言えば諸国の方が年長者と考えられる。晴れ国の少年は長年不詳とされてきたが、近年バブ・タカヒロが、後法上時間パ記、ク英章13年8月29日上にある、某州家督誕生記述を晴れ国の誕生記事であると結論づけた。したがって、地期国が死去した当時の晴れ国はわずか10歳で、まだ元服を行っていなかったことになる。 また、馬部は通世を調布細川家が創作した架空の人物とも結論付けている。前日の通り、永昇5年は吉種が復権した年であり、吉田根が高国との確執により出奔した大英元年までの間に、偏記の授与が行われたかどうかということになる。14歳という年齢は逆に元服には十分な年齢であり、 これだけで考えれば、英章5年生単節でも差し支えない。また、前述の通り青年を1498年とするならば、父の高くには当時14から15歳ということになるが、この年で子供がいたとは考えにくい。いずれにせよ、明確にする資料はないため、謎のままである。前校で、細川知器国は、大英五年4月21日に、 細川慶長屋の家督を父、高国から譲られ、官僚職を継いだと記載したが、実際には、家督継承時にも、同年6月14日には、細川慶長屋の当主として幕府に初出資している。時にも、官僚就任に関する命令が、将軍、足利義春から出された記録はない。そもそも、官僚職自体が、大英元年12月に義春の元服関係の、 儀式終了後に、高国が辞任した後はずっと空席のままであったと考えられている。馬部隆弘、細川春国、宇治綱の出自と関係から、調布細川ケ図の資料批判を兼ねて、初週、馬部、戦国期、細川権力の研究 ISBN978 から4から6420295062018年。 P516 から528、浜口聖史、戦国期官僚の政治的一戦国史研究改編、戦国期政治史論集最国編、ISBN 978から4から 866020136P180.185。ありがとうございます。